今回はですね、ガンダムシードからやってきた、キラヤマト&フリーダムガンダムを使っていきます。で、線のこんな感じで、特徴は、まあ、水の転送下ですね、最近増えてきてるキャラ。で、あとは、高スピアップもらってるんで、殴りの攻撃力が上がるから、これも、いやー、恩恵でかそうな気がする。そして、まあ、事前に話題になってたけど、短縮と画面全体割合持ちですね。これもだから、ワープブロック転送壁だけど、別に減速壁とか、あとは、重力とか、まあ、そのダメを地雷の死ぬようなギミックじゃない限りは、会ってなくても1体ぐらい連れてってサポート役になるみたいな、そういう使い方もあるんじゃないのかなみたいな気はするところですね。で、今回はちょっとガブフォークのアイテムなしのところでこれ使っていこうと思います。アイテムなしだったら結構このクエストもむずくなるんですよね。で、あとキラね、これ艦隊で今回使わないのは、あの複数体積むとね、恩恵がちょっと落ちるんですよね。高スピアップって、これ、加速とともに攻撃力 1.2 倍上がるっていう効果あるんですけど、あの、ムキムキマークで、その効果乗るから、キラって、最初からパワーモードでムキムキマークついちゃってるから、いや、打ち消されて意味ないんですよね。だからちょっともったいないから、この開幕から、うまいことできるこのコウウ様連れてきました。あとはできるだけ味方に触れてって、自分の画面全体割合さっさと打てるように、ちょっと調整していきたいですね。で、スピード型は基本的にやっぱ超バラに比べて、その、属性有利の恩恵ちょっと落ちるけど、その代わり、パワーモードで、最初だけは補えてるみたいな感じになってんじゃないのかな。まあ、こうやってダメを突っ込むのが一番怖いところっすね。まあ、でも多分、これぐらいだったら外側出てって、はい。で、外側出てってちょっと加速落ちるけど、スピードアップもらって、またこうやって戻ってきて殴ることもできる。やっぱ一体ぐらい組み込んどいても役に立ちそうな気がするんだよな。天魔の、どうだろう、6とか1とかで一体組み込むみたいなパターンありかもしんない。だから短縮入れてって、こうやってカンカンして、削れればすごい強いよみたいな感じになってます。いやでも私のね、ガンダムの歴史はシードから始まってるから、ガンダムシードの思い出も結構強めなんですよね。まあ、あまりにも当時キッズすぎて、わー、フリーダムかっこいいみたいな、そんな感じの気持ちしかなかったけど、ただ、すげえね、いろんなもん記憶に残ってるんですよね。場面もシーンとかいろいろそうだし、あとね、ガンダムシードの武装は、なんかめちゃくちゃ全部中二病みたいなかっちょいい名前ついてるんです。確か00はね、GN ブレイドとか、なんか GN ソードとか、なんか割とシンプルめな感じなんですけど、なんだっけ、シードの名前、武器の名前。バラエーナプラズマ収束ビーム装、カリドゥース、副装プラズマビーム装だっけ。あとは、クスフィアスとか、あと、ラケルタビームサーベルとか、なんか中二病みたいな名前、めちゃめちゃついてたの記憶に残ってるわ。で、殴ってって、あとはね、一応、コウ様もパワーフィールド出せるから、そういうサポート面でも一応できるんですよね。で、短縮しながらかな、もう 4P は SS 使えるし、あとは、調教ソリッドバレットも、どうなんだろう。恩恵でかいのかな。よし、これで短縮も入れられたから一発 SS 使えるね。これ使っても多分ラスゲでもう一回一段階目とかはおそらく使えるんじゃないのかな。だからこれ一発使ってラスゲ、確かガブフォークって6ステージ方式だから割と短いんですけど、で、守りたい世界あります。で、あとこれね、コメントで言われてたけど、 SS 使うとボール絵じゃないや、こっちの、こっちの表情っすね、キャラの絵の表情変わるんすよね。まあ、覚醒してる時のキャラクターの見た目になってて、そこも原作再現みたいな感じで、レーザーも原作っていうかアニメ見た人ならわかるけど、ちゃんと各々のレーザーの色とか再現してて凝ってるんですよね。いや、今回のガンダムコラボ、まあ、性能に関しては人それぞれまあ意見あると思うけど、演出に関してはマジでトップクラスに凝ってるんじゃないのかな。はいはいはい。で、殴ってって、あとここのクエストって、ここの反射印のたくさん出てくるとこはレーザー結構痛いんで、ここも役に立ちそうな気がする。まあ、殴ってって、で、高スピアップで 1.2 倍の恩恵ももらえるから、コウウ様の殴りがすごい役に立つ。一応殴りはさすがにコウウ様の、どうこれ。あ、でも、ほら、ヒットポイントちょっと、回復してるもんね。やっぱ恩恵でかいな。で、殴りに行って、コウウ様もいるから、パワーフィールドで、さらに殴りも強くなって、おー、いい感じ。やっぱ相性いいね。ガブフォークこれ、アイテムあるから、なんかネオとかでいろんな攻略でいいけど、ガチで殴って、殴りに来いよって言われたら、まあ、めちゃめちゃ層が薄いから、成功法で多分、キンキ26やれよって言われたら、かなり、
上位に来るんじゃないかな。むしろ最強レベルになるか。アムリタ、アムリタぐらいしか貫通でいない。で、殴りだったらまあ一応コウ様がいるけど、他だと多分いないもんね。まあちょっとこれあれだ。SS 使って、あ、やっぱ回復いいな、これ。今、ダメを突っ込んじまったけど、SS で回復できるもんね。だからこれ SS 使って、まあ、このまま斜めねじ込みでいっか。はい。で、号令使って、暴れてって、いや、いいね、これ。で、コースピアップの恩恵も、多分、あ、もらってないか、みんな飛ばしてるから。で、このラスゲ、結構固めだけど、アイテムも使ってないから、割合持ってるから、60% はもう確実に削れるような感じになってるし、そうね、だからこれ縦勘で、多分ソリッドバレットで一発当たるっしょ。ボス必中というか、まあ画面全体割合だから何も気にしなくていいしね。で、実況、あ。まあこういうことがあっちゃったりしても、30% は絶対に確実に削ってくれるんで、役に立つんじゃないかな。っていうかあれだな、これ、キラー、進むのあまりにも早すぎて、ゴリラのところで使った SS。まだ溜まり直してないけど、もうあと一巡具だったんだったら、もう2発目使えるから、だこう打って適当に。はい、2発目。だこれでもう次回ってきたら1段階目使えるんで、やっぱ、3回に1回は SS 使えるみたいな感じで考えといてもいいかもしんない。で、レーザーで食らったけど、なんか普通に回復してるし、ゲーこれすっぽ抜けるかな。いや、頼む。いやーこれよくねー。まあ、いいや。割合で 30% 削れるから、これで、バーってやって、ザコも合わせて削れてるから、地味にゴリラももう死にかけになってるっていうのが、すげえいいところになってるんじゃないかな。で、次回 3P のキラが回ってきたらもう SS が使えますよ、という風になってて。はいはいはい。友情の火力も、どんだけだっけ？ソリッドバレット。そうね、7万だから、パワーモードも乗って、どんだけ？パワーモードも相まって、10万くらいの弾になるのかな。うん、そういうところでも結構、どっか、天魔の6か1か、ちょっとやってみようかな。で、1段階目だと割合 18% なんで、多分殴り倒せたらこれ多分削り切れるでしょ。だからワープブロックだから近畿26でも成功法でやるんだったらめちゃめちゃに良さそう。はい。で、守りたい世界あります。いや、でも、勝てるわけないだろうっていうセリフも聞きたかったな。あと、マルチロックオンがこれ、どうせ画面全体なんだからみんな敵一体一体に標準合わせてくれたら、マジの再現で私超感動したんですけど、まあこれは、しょうがないですね。そしたら天魔1でキラヤマト使っていこうと思うんですけど、まあ、入れて1体が無難なところなんじゃないのかな。2体試してみたんですけど、地雷の管理がめちゃめちゃにめんどくさいんで、やめといた方がいいっすね。で、とりあえず殴っといて、あとは割合攻撃。これで、結構削れるんじゃないですか。はい。レーザーで画面全体割合もあるから、他の敵も結構削ってくれるしね。で、地雷の回収が2体いると2体分管理しなきゃいけないからすげえめんどくさいんですけど、まあ、1体だったら、なんとかなるっしょ。で、殴っていって、殴っていって。で、あとは、ハービセルの一応サポートとしても使える。こうやって、加速で、まあ、味方にかけるバフの量を増やしたり、ハービセル2体、積むのもどうなのかな。まあ、その辺は人それぞれですね。スピードアップが欲しいんだったら、フリーダム積むのもありだし、ハービセル2体で地雷の管理だるいわっていう人だったら、まあ、こっちも、いけんじゃないのかな。あ、強っ。いや、単純に魔素が強いのか、これは。さすがにこれはちょっと、フリーダム盛りすぎか、これ。よし、オッケー。マソで挟まって、一応スピードアップの硬直とかも入ったりしたのかな今。で、え、鳥、え、これ大丈夫よね。危ねえ。いや、キラのおかげ、危ないところでした。で、スピードアップもあるから、マソの SS とかをこうやって開幕使った時に、多分恩恵が結構でかそうな気がするんですよね。うわ、めちゃめちゃ削れてる。だからキラも、一応次回ってきたら割合使えるから、もしかにこれマソの SS 使い切ってたとしても、全然余裕でいけたんじゃないのかな。だからこれで、はい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 。もうこれキラでいけんじゃねえの？あ、キラ、いやーくそ！もっと短縮しっかりしてたらな、これ短縮全部サボっちゃったから、一回もできてないけど、二回行動してる間に、
2回行動してる間に2体味方に触れて短縮しておけば最速で撃てるみたいな感じになるんじゃないかな。なんで1体組み込むのは全然ありな気がするね。シンドバットとかもいるけど、まあ、コースピアップじゃないから、サポート面で言うならキラの方がでかいんじゃないんでしょうか。終わります。ごきげんよう。